2005年のトーナメントのスタートです。第27回の関西オープン女子決勝ラウンドロビン、これからお届けしますのは天野仁宇愛子選手、そしてリアン・バレットプロの一戦です。あ、谷口さん、これはまた面白い顔合わせになりましたね。かえってね、はい、プロにとってはですね、アマチュアとやりにくい部分もありますけど、はい、まあ、バレット選手の場合はね、ほとんど顔見知りがないですからね、はい、もう自分のボールに集中できると思いますけど。さあ、そのリアン・バレットプロの1投目です。45レーンでのスタートですが、カウントは8でした。はい、まだね、はい、今の状態では、まあ、練習ボールは約15分余りあるんですけどね、あまりレーンコンディション的に、落ち着いてないと言いますかね、はい、要するにこのオイルを塗りたてなんで、ちょっとまだレーンが落ち着いてないという言い方を我々するんですけど、はい、ちょっとまだ扱いづらいコンディションであることは事実ですね。そうでしょうね、はい、この辺をどう読んでいくかというね。そうですね、はい、はい、でレーンのコンディションの変化も、朝一番というのは大きく変化しやすい、はい、ですのでね、その辺をどういうふうにうまく対処していくか、その辺がちょっと勝負の分かれ目ということでしょうね。まずはカバーをしっかりとしたリアン・バレット、スペアスタートです。さあ、そして仁宇愛子選手です。まあ、この大会もベストアマを狙うということなんですが、堂々6位の通過です。立派なもんですね、まあ、この大会のアベレージは218でここまでね、はい、来られてるんでね。3投目46レーンでのスタートですが、ストライクスタートです。いやー、決勝ラウンドロビンのスタートをまずはストライクで切ったという、思いっきりのいいボーリングされますよね。はい、はい、その立ち上がりのレーンコンディションも難しい中でストライクのスタート、これは非常にいいスタートを切りました仁宇愛子選手です。アマでの参加、堂々6位の通過です。さあ、まあ、そのオーリーコンディションですが ね、 そうですね、ビデオ編で見ていただきましょう。だいたいこの辺ぐらいまではね、オイルが入ってるんですよ。はい、その先がノンオイルの状態なんですよね。あ、これレーンが落ち着くまではやっぱり多少こっち伸びていくんですよね、こう、オイルは向こうに。そうするとボーラーにとってはレーンコンディションが速くなって、はい、ボールの曲がりが少なくなったという感じるんですよ。ところがレーンを使用してきますと、当然手前のオイルはなくなってくるんですね、はい、伸びていきますね。伸びていく手前のオイルは、はい、から伸びるわけですから、はい、その辺がね、手前は薄くなっていくんですが、先が伸びていくと。それがある程度落ち着いたときには、レーンのコンディション的には徐々に我々が言うレーンが遅くなってくる状態になるんですけど、はい、今は逆にレーンコンディション的に速くなっていると感じるのがボーラーですね。はい、まずは仁宇愛子選手はいいスタートを切りました。ご覧のようにストライク、そしてスペアのスタートです。ですからちょっとリアン・バレットプロの方が、そうですね、スタートはね、曲がりが大きい分、はい、そうなんですね、そういったところ影響されやすいんですね、はい、この福永ですが、嫌な割れ方をしてしまいました。今のもね、彼女にとってはね、はい、あんな大きなスプリットを出るぐらいの間違いはしてないんですよ、ただ結果的にああいう風になってしまうんですよ。本人が思ったよりも曲がりすぎてるんですね。まあ、このフックボールがね、持ち味といいますか、このリアン・バレットプロ、さあ、この嫌な割れ方をしたところを、まずは3本きちりとね、取っていきました。カウント8ということになりました。ちょっと序盤は苦しんだリアン・バレットプロです。このラウンドロビンは勝った方に勝利ボーナス30ポイントがあります。そして200点を基準として、まあ、プラスマイナスということになります。200点を出して勝てば、はい、30ポイント、はい、でも230で負けても30ポイントあるんですよ。そういうことになりますね、はい、だからやっぱりスコアを出すというのが大事なことですね、はいはい、逆に200切って負けると非常に苦しいというね。そうですね、はい、まあ、190で負ければマイナス10ポイントということになりますよね、はい、さあ45ポイントですが、ここでストライクを取りました。3フレ45レーンでストライクを取りましたディアン・バレットプロです。おなじみのこのフック、強いボールですね、はい、
そして好調なスタートを切っている天野仁宇愛子選手です。この大会初参加で堂々6位の通過。先ほど46はストライクを取ったんですが、今は谷口さんどうだったですか。彼女が持っているスパットよりも狙ったところよりも、はい、多分 1,2 枚は左に間違って、その結果としてポケットから大きく外してしまったということでしょうけど、スパットをずらしてしまったと、はいはい、要するにそのスパットミスという、はい、狙ったところにボールが落ちなかったということですね。今大会は4個ボールを持ってきたという仁宇愛子選手です。プロは結構ね8個とか6個とか多めなんですがね。多分一番多いのは時本さんでしょうね。過去にね10いくつボールを持ってくるとかね、はい、そうですか。かえってそんだけ持ってくると迷っちゃうんじゃないかとは僕たち思うんですけど、はい、いろんなことを想定するとボールがどん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 増えるらしいですね、はい、谷口プロはあんまりお持ちにならない。僕はね6つぐらいでしょうか、うん、トーナメントに大体持っていくのが、はい、平均して大体6つか7つぐらいなんですよ、はいはい、大体6から8の間ぐらいですね。そうですね、はい、が多いですね、この天野仁宇愛子選手は今回は4個。46レーンでストライクを1つ取りました。先ほどの45レーンでは9ピンそしてスペアというこの仁宇愛子選手です。45レーンは、うん、今しっかり投げましたね、はい、ここはストライク取りました。46、45ともにストライクを取りました。さあ、あとは続けたいですね。そうですね、まあ、先ほど46レーンでね、ミススパッとしてその辺をこんなことじゃダメだと思い切って投げようなんて本人の中で考えたんじゃないですかね、はい、この大会のために練習を積んできた、そしてこの大会非常に冷静にプレーをしているという仁宇愛子選手です。立派なもんですね、はい、さあそしてディアン・バレットプロ、ここもストライクです。豪快に行きましたね、先ほどのビッグファイブからね、はい、見事なアジャストでしたね。あそこまでねボールを出すというのはなかなか怖くてできないんですけど、うん、女子の選手ではねもうやっぱり自分のボールの曲がりに自信があるんでしょうか、175センチということで長身のリアン・バレットプロ、ね、はい、まあ、オープンの後のダブル。さあここは先ほどストライクを取った45番レーンでターキーを狙います。あっとちょっと今、これは、はい、投げ方がちょっと甘かったですよね。投げ方が甘かった、甘かったということはしっかりしたリリースができてなかった、はい、ボールの曲がりが足らなかったと、滑りが多く出てしまったということでしょうけど、レーンコンディションではなくてちょっとご自分の投げ方に、そうですね、はい、でもレーンコンディションが落ち着いて自分がしっかり掴んでると、うん、今ぐらいのミスでもねポケットをつくんですよ、だから今、先ほど言いましたようにねそのレーンコンディションが落ち着いてないがゆえにやっぱりこういう結果になってしまうんですよね、はい、ターキーなりませんでした。2つ目のオープンとちょっと前半苦しんでいますこのゲーム、20ピンほど仁宇さんがリードしてますね、うん、そうですね、勝てば30ポイント、これが大きなボーナスになります。そして200を超えればその分もポイントになります。200を超えて勝てばやはり大きくジャンプアップできるというこの決勝ラウンドロビン、さあ仁宇愛子選手はここできました。これ約30ピンのリードですね、はい、現在ね、今日初めてのダブルを取りました、はい、精神的でも仁宇さんはなんか強そうですね。強そうですね、はい、まあ、本人も冷静でいられるとインタビューで答えられるぐらい冷静なんですね。ねえ、ああそうですか、まあ、その冷静さが投球にも表れてますよね、はい、今ね見てますと現在6位、まあ、勝って200超えでポイントアップすれば本当にステップラダーまで見えてくるというね。見えますね、見えますね、これもいいんですけどどうでしょうか。きたー、
4フレ、5フレ、6フレで、そうですね、はい、40ピの大きなリードになりましたね。グッと勝利を手繰り寄せるターキーが出ました。ちょっと息を吐きました、ニューアイコ選手です。さあ、そして PWBA からの招待選手、今回サンブリッジから招待されたというリアン・バレットプロ、ここは来ました。まあ、画面でも、ね、見て分かるように大きな曲がりでストライク、はい、まあ、気持ちいいでしょうね、あっからぐーっと曲がってきますね、はい、まあ、男子プロ並みのボールでしょうね、はい、アメリカ女子のボーラーオブザイヤーに3度選ばれたこともあるというね、はい、このリアン・バレットプロです。ここはしっかりとダブルで後半に望みをつなげたいリアン・バレットプロ、ここで来とかないとちょっと苦しいかなというような場所はもちろん彼女は分かっていると思います。先ほどの薄めをどうするか、来たダブルを持ってきました。なんとか終盤につなげました。そうですね、まあ、ホッとしてると思います今、まあ、先ほどと比べると、はい、やっぱ少ししっかり投げたといいますかね。これがしっかりとしたアジャストであれば、そうですね、はい、終盤に望みつながります。リアン・バレットプロです。さあ、自分のボーリングを続けているニュー・アイコ選手、いいですね。あー、これも来ました。フォースです。このフォースは大きいですね、いいボール投げてます、はい、若干ね、自分では先ほどと違うんですよ、はい、でも、まあ、ストライクになってもおかしくない場所といいますかね、ポケットをついてるんでね、完璧じゃないんですけど、やっぱりあのボールの強さでね、はい、救われたという感じがありますね。さあ、フィフスを狙う45番ですが、カウントは8です。まあ、それでもうまく言えば250ぐらいはたる、ね、いけそうなペースには来てるんですが、まあ、今のところ220ペース、はい、まあ、あとパンチアウトするとね、40までいくんですけど、はい、240台までいくんですけどね、はい、このあとスペアして、はい、おっと危なかったですね苦笑いです。さあ、そしてこのリアン・バレットプロですが、谷口プロ、はい、ちょっとこうリアン・バレットプロのフォームを、ね、チェックしていただきたいんですが、はい、まあ、彼女独特のフォームといえばフォームなんですけど、はい、やっぱり自分でどういうふうにしたらボールが曲がってくれるかということを、まあ、自分なりのボーリングをなさってますよね、はい、特にこの右足がね、独特のこう角度をつけてますが、これね、体はちょっと開きやすくするようにね、ちょっと右向いて、当然ボールが大きく左に曲がってきますので、はい、やっぱり最初はね、あの右向くような状態で構えてしまうんでしょうね。その方が構えやすいんでしょう、彼女にとってはね、ただちょっと今のはどうなんでしょう、曲がりすぎたんですか。そうですね、まあ、思ったところまで右の方に出なかったと、はい、曲がりが早く出てしまったというような、フキンポイントが早かったんですね、はいはい、自分のイメージよりも、まあ、このピンも結構難しいと思うんですよ、このスピードが、はい、曲がらないボールに持ち替えてね、曲げるんでしょうけど、ここはカバーしました、はい、ちょっとだなターキーが出ないというところで、そうですね、はい、だからこの後、パンチアウトして200ぐらいですから、うん、ニューさんがスペアスペアでいけばそのままニューさんの勝ちになるというところですね、はい、そうですね、はい、ニューアイコ選手ほぼこう勝利は近づいたということが言えると思います。2つのオープンとちょっと苦しみましたヤン・バレットプロです。これは来ました。去年の12月プリンスカップで3位、
まあ、非常にその日本のトーナメントが楽しかったと話しているリアン・バレットプロですが、ね、急に来て、はい、急にその成績を残すんですからさすがにアメリカの、ね、はい、ボーラー・オブ・ザ・イヤーを3回も取ってるということは、うん、まあ、超一流ということでしょうね。そうですよね、はい、まあ、日本のトーナメントでタイトルを取りたいと本人は話しています。ニュー・アイコ選手、ここもストライク来ました。まあ、この勝敗的にはもうこれで決まりましたね。はい、はい、250ぐらい行くんじゃないかなと思ったんですが、ちょっと先ほどね、はい、カウント8でパンチアウトすればね、はい、10フレーム、2つストライクを持ってくれば240台ですから、はい、ボーナスポイントを含めてプラス70ということですからね。いや、これは大きいですよね。これはそのジョイ選手以下ではもういきなり2位とか3位まで、はい、上がっていきますよね。一気にステップラダーが見えてくるというね。まあ、逆にこう早めに上に立つといろんなプレッシャーというのはあるのかもしれませんが、そういうプレッシャーには無縁な感じもするニュー・アイコ選手。プレッシャーはあるんでしょうけど、はい、まあ、そのプレッシャーをね、ものともせずにね、いい投球しますよね、思い切った。これも来ました。これで230台、もう一つ行けば240台ということですよね、勝利ボーナス30ポイント、これはほぼ手中にしている、いや、もう手中にしたと言っていいニュー・アイコ選手ですが、はい、勝負は決まりましたね、勝負は決まりましたが、これにあと200を超えるポイントが加算されますので、どれだけ上積みできるか、やっぱ一つのゲームで70あるいは80をプラスできたらね、大きいですね、大きいですからね。もちろんこのペースでいくとね、はい、板倉をね、捕まえることできますよ。まあ、それは無理なんでしょうけどね、やっぱり、はい、140乗せることができるかニュー・アイコ選手。いいじゃないですか。いや、来た。パンチアウトの可能性が大きく広がりました。もう240では決定ですからね、本人にとればですね、はい、やっぱり若干自分が狙っているよりもね、本当数センチ左なんですけど、やっぱりそのレーンコンディションをうまく対処してレーンコンディションに対してね、うまく対処してるんで、はい、こういうビッグゲームが出てくるんでしょうね。ちょっと、また逆にバレット選手の場合はまだちょっとレーンの落ち着きで、うん、その調整ができなかったと。準決勝の最終ゲーム6ゲーム目で247を出しました。ストライクで246ですからね、はい、それに匹敵するハイゲームになる、はい、いいですね、と天秤最後残しましたが、それでも245のフィニッシュ、したがって勝利ボーナスを加えて75のポイントアップです。そうですね、そしてリアン・バレットプロはここはストライクを取りました。まあ、先ほどからカメラが捉えていますが、今回同じ PWBA から招待されているキム・テレルプロですね、はい、今回ね、はい、ちょっと調子が悪かったみたいですけど、まあ、日本を楽しんで帰っていただければと思いますけど、まあ、ここはね、バレット選手ね、もう一つ来て2泊ということで、はい、マイナスポイントにならないように、そうなんですね、はい、この辺は一品でも多くやっぱり叩くと言いますかね、はい、スコアを出しとかないと、そうですね、やっぱり後々ね、影響してますんでね。ここもしっかりと曲げました46レーンです。まあ、もちろんこの表情ですから本人納得はいかないこのゲームですが、まあ、しょうがないわ、はい、あと11ゲームあるしなんとか頑張れるよと思ってるんでしょう多分ね、はい、6位通過のニュー選手が245を出しました。一方のディアン・バレットプロ、なんとか200に乗せたいところですが、そうですね、まあ、これ200ですね、これで来ました。いや、悪いなりにもしっかりとね、そうですね、後半、はいはい、持ってきまして205、したがってまあプラス5は取れたという、そうですね、はい、ディアン・バレットプロです。リアン・バレットプロ、そして天野ニュー・アイコ選手の対戦、245と205のフィニッシュです。